さん、ご入学おめでとうございます。令和2年度秋田公立美術大学新入生のためのガイダンスムービーです。現在新型コロナウイルス感染に対する健康と安全確保の観点から学部と大学院の新1年生および3年次編入生の皆さんには4月1日から14日間の健康観察期間として自宅待機をお願いしています。この期間内はすべての大学施設を利用することができません。正式なガイダンスは4月16日に大学で行われますが、このビデオはスムーズな授業開始と安心して自宅待機の期間を過ごすための情報メッセージです。まずはじめに本学の学長下鳥昭則から一言挨拶します。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。学長の下鳥です。入学式の中止と授業の遅れは私たちも非常に残念な思いでおります。本学は秋田の歴史や文化を学び、芸術を通じて地域に貢献するとともに新しい美術を創造することを目指しています。学部では5つの専攻を横断した学びと、大学院では複合芸術の教育と研究にチャレンジしています。健康に留意されて授業開始まで有意義に時間を過ごしてください。皆さんとお会いするのを楽しみにしております。学長ありがとうございました。さて皆さんには4月16日のガイダンスで使用する資料一式を秋田のご自宅にお送りしています。発送された封筒には今画面に映っているリストの種類が入っています。また今年度前期は授業開始が遅れる影響で祝日に授業が行われる予定です。この日程については年間授業計画を確認しておいてください。ポータルのログイン方法についても発送資料の中に入っています。また奨学金の申請に関する情報もこの中にあります。奨学金を申請しようとしている方は16日以降の手続きで間に合いますのでご安心ください。学部長の岩井です。新型コロナウイルス感染に対する体調管理に関してお知らせします。これまでもそうしていただいていると思いますが、常に手洗い、人前ではマスクをする、適切な換気など感染症対策を欠かさず実施してください。また密閉された空間、多数が集まる密集空間、間近で会話するなどの密接場面、いわゆる3密を避けること、これを徹底してください。皆さんに配布済みの健康管理記録表、これはとても大切です。毎日の体温と行動範囲を確実に記録しておき、16日のガイダンス時に提出してください。体温計が入手できない方は体調が良好、不良など自覚できる範囲で記録してください。15日までの期間は旅行などせずにできるだけ秋田市内に滞在してください。その間もし発熱などの体調不良や味覚、嗅覚の異常などがあれば速やかに学生課に連絡し指示を仰いでください。本学の学生は国内のいろいろな地域から東京や大阪などの大都市を経由して集まります。今は誰が感染者でもおかしくありません。ぜひ一人一人が危機意識を持って大学がお願いするルールを遵守してください。学部長ありがとうございました。さて皆さんの多くは一人暮らしが初めてだと思います。授業開始までの待機期間中はどうしても不規則な生活になりがちです。朝は定刻に起床し、バランスの良い食事、適度な運動、睡眠をしっかりとってください。健康観察期間に規則正しい生活を送ることで授業開始と大学生活をスムーズに始めることができます。また最低限必要な調理器具と
食器を揃えてこの機会に自炊の腕を上げるのもいいかもしれませんね。さて、学部の新1年生は A、B、C、3つのクラスに分かれ2年前期まで所属します。学籍番号で35人ずつのクラスに分かれ、各クラスには担任1名と副担任2名がおります。また大学院1年生は研究課長がその任にあたります。ではご自身の学籍番号を知る方法をお知らせします。先ほども説明させていただいた発送資料の中にこのような在学証明書が入っています。その上部にあなたの学籍番号が記入されています。それでは各クラスの担任副担任の先生方、そして大学院の研究課長を紹介しましょう。 A クラス担任の天貝義則です。所属は美術教育センターになります。 A クラスは201001番から201035までのクラスになります。今年1年と来年までよろしくお願いいたします。 A クラス副担任の今中龍介です。所属はものづくりデザイン専攻です。でそれからあと大学院も担当しております。54歳。よろしくお願いします。皆さんの、2年間副担任ですが、4年間 の素晴らしい成長のサポートができればと思っております。皆さんよろしくお願いいたします。はい、失礼します。A クラス副担任になりました景観デザイン専攻助手の萩原です。専門は建築をやっています。学校大学が始まったら気軽に学内とかで声をかけてください。はい、お待ちしてます。 B クラス担任のキムと申します。美術教育センターに就職しています。で B クラスは201036から201070までの35名になります。で担任として1年生だけではなく2年前期まで務めさせていただきます。じゃあその後しばらくしてから授業開始になると思いますが、その間まではよく食べてよく寝て、それから明るい顔と健康な姿で会うことを期待しています。はい、副担任の安藤です。何ですかこれは。皆さんに会えなくてとっても残念なんですけど、みんな収まったらまた楽しく学校で勉強できるといいですね。では、こんにちは。B クラスの副担任の尾花健一と言います。アーツ&ルーツ専攻で助手をしています。僕もですね、入学する前の新たな環境に身を置いた時期っていうのはすごくよく覚えていて、あの時の不安な気持ちとか、あの時聴いた音楽っていうのは何十年もずっと記憶に残っています。皆さんはちょっとだけ他の人よりもその時間が長くなりますが、大学始まったら楽しいことをいっぱいやりましょう。よろしくお願いします。 C クラス、担任の村山修二郎と申します。学籍番号は、201071から、201105番の、学籍番号が、C クラスになります。担当は、アーツ&ルーツ専攻で、教員をしております。よろしくお願いします。これからも長く、2年間付き合うことになると思いますので、ちょっとね、期間が遅れますけれど、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。C クラスの皆さん、副担任のペ・チン・ソクと申します。コミュニケーションデザイン専攻の、教員やってますので、皆さんと、2年間楽しくやっていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。大学でお会いしましょう。C クラス副担任の大関智子です。美術教育センターに所属をしています。専門は日本画です。皆さんにお会いできるのを
楽しみにしております。複合芸術研究科研究課長の小田です。皆さんご入学おめでとうございます。16日に皆さんにお会いできることを楽しみにしています。ここで本学の学部を構成する5専攻の専攻長、美術教育センター長から皆さんへのメッセージをいただきます。3年次編入生の皆さんにはそれぞれの専攻長があなたの主担当です。また新1年生もこのメッセージを通して専攻とセンターの雰囲気を感じ取ってくださいね。アーツ&ルッツ専攻の稲葉です。よろしくお願いします。アーツ&ルッツ専攻は、主に制作中心というよりもこうリサーチを中心に、制作し、勉強していく、専攻です。実技系の教員3人とそれと理論系の教員3人で、6人のチームで教えていくという感じです。で私はの彫刻塑造の方を教えてます。皆さんは1年生ですので、ほんと最初の前期の授業、一番最初の実技の授業が私の授業です。1年 B クラスが最初に、この授業をやることになります。この授業はですね、実際にモデルさんを見ながらこういうふうに塑造しています。こういうテラコッタの粘土っていう、こう黄色い粘土をですねこうつけて作品を作ります。で最終的にはそれを書き出して乾燥させてこう焼くという、で素焼き、素焼きイコールテラコッタって言いますけど、そういう作品を作るっていう、制作です。今回こういう感じになりましたけども、早く皆さんとお会いして、みんなでいい作品を作りたいと思いますのでよろしくお願いします。以上です。新入生の皆さん、秋田公立美術大学ご入学おめでとうございます。ものづくりデザイン、専攻専攻長の瀬沼と申します。僕の専門はですね、ガラスと生け花を主に研究してます。まあ、こうやってガラス工房では、吹きガラスのね、実習ができたり、それからものづくりデザイン専攻ではガラスの他にも、彫金とか、漆、陶芸、木工、染色、そしてデザインを学ぶことができます。それらをいろいろ組み合わせていっぱい学んでいただいて、そうだな、この秋田の地域とそれから世界をつなぐような人になってくれたらいいなって思ってます。秋田公立美術大学、周りにですねすぐ近くに海があったりとか、ですね、四季もすごく豊かな場所にあります。そういうところでいっぱい、心をね育んでもらえればいいかなって思ってます。景観デザイン専攻の専攻長小杉と申します。それから景観デザイン専攻を一緒に運営している景観デザイン専攻の、皆さんです。うちの専攻は、都市や社会に関わる、あらゆる事象をテーマに扱っておりまして、デザインとアートを超えて、最もうちの大学の特徴を、表している専攻ではないかと思っています。皆さんぜひ一緒に、この専攻で学んでいきましょう。まずは新入生の皆さん、編入学の、学生さん、入学おめでとうございます。コミュニケーションデザイン専攻の専攻長坂口と言います。ここはね4年生の部屋なんですけれども、ここ座ってるのがね助手の山本さんですね向こうが内田さんで、はい、おめでとうございます。スペシャルな、水田先生が、いろいろですねお話をしてくれるんでよろしく。ナイス。1分だと相当文句使ってないですかこんにちは、コミュニケーションデザイン専攻、闇の専攻長水田圭でございます。コミュニケーションデザイン専攻では、将来ゲームやりたいとかアニメやりたいとか広告やりたい製本したい
ウェブデザインやりたいとか映像作りたいな、まあ、何やってもいいんです、基本的には何やってもいいんですけども、ぜひですね、1、2年生のうちしっかり基礎を作ってほしいんですね。で、秋田美大の特徴を生かして、アートのことやクラフトのこと、工芸のこともしっかりやっておいてほしいんです。そういう基礎をしっかり作って、もらえるとコミデに来てバーンと爆発できていいね、未来が待ってるかなと思います。もうすぐみんなに会えるの楽しみにしてます。では、はい、元気でね、頑張って。新入生の皆さん、編入学で入学された皆さん、入学おめでとうございます。ビジュアルアーツ専攻長の長澤圭一です。今からビジュアルアーツ専攻の紹介をしたいと思います。ビジュアルアーツ専攻では社会の中に新しい視点を持ち込むための美術表現を目指します。ここで言う新しいとは、見た目の新奇さではなく、物と物、人と人、事象と事象を結ぶ関係の捉え方を指しています。授業は分野横断を基本とした共同指導のもとに行われ、社会の土台にインパクトを与える表現者の育成を目指しています。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。美術教育センターのセンター長の大八木と言います。前の方に助手の皆さん、助教の皆さんが並んでいますので、お名前どうぞ。阿部です。佐島です。日野です。尾関です。美術教育センターは、教養科目、それから美学、デザイン学などの、研究分野、そして教職課程、博物館、学芸員課程等の資格を勉強するところです。新入生の皆さんが入ってきて一緒に勉強するのをお待ちしてます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。最後に授業開始に向けていくつかお知らせがあります。授業開始までの時間を活用してオンライン上の芸術体験を奨励しています。テレワークや自宅学習が広がる中で、自宅で視聴できるように世界中の美術館や映画配信サイトが無料や安価で良質な作品を配信しています。そのようなおすすめのサイトを選び出してリストにしています。興味を持ったサイトにアクセスしてみてください。待機期間中にあなたの芸術館を広げてみましょう。コロナウイルス感染予防以外にも、新しい生活や環境に慣れるまでの間、さまざまな心配や不安が生じるかもしれません。その際はためらわず学生課まで連絡してください。直接来学して相談する必要がある場合は、必ず学生課に事前にアポイントメントを取ってからお越しください。その他、大切な情報や今後スケジュールの変更が予想されます。本学のホームページ上で適宜お知らせしていきますので、チェックを欠かさないでください。それでは、くれぐれも体調管理に気をつけて元気いっぱい大学でお会いしましょう。さようなら。